8月になりました。今日はおばあちゃんの家に行きます。よう来たね、あかねちゃん。おばあちゃん、遠くて疲れたろう。全然、おばあちゃん会いたかった。あかねちゃんはいつも元気だね。あかねちゃん、その服かわいいね。ありがとう、おばあちゃん。学校の方はどうだい？あのね、5年生になってから仲良くなった子がいるんだ。この服もね、その子のお姉さんにもらったんだよ。そりゃよかったね。おばあちゃん、何か手伝おっか。いいからいいから、ゆっくりしといで。ほらこれ、あかねちゃんのために今朝畑から取ってきたんだよ。トウモロコシもあるからね。うん。あかねちゃん、どうしたね、退屈かい？違うよ、おばあちゃん。私おばあちゃんのこと大好きだもん。気にせんでいいよ、こっちおいで。うわー、大きなスイカ。おばあちゃん、これすごくおいしい。そりゃよかった。今トマトとかキュウリもなってるから、後で一緒に取りに行こうな。うん、そうなの、すごく大切な友達ができたの。さっき言ってた子かい？うん、今度おばあちゃんがうちに来た時紹介するね。うん、そいつは楽しみだね。そうかい、あの猫ちゃんを拾った時にも一緒にいたんだね。うん、私にぴったりだって言ってくれたんだ。猫ちゃんもあかねちゃんも可愛いからね。そういえば猫ちゃんの名前なんだっけ？黒だよ、黒。おばあちゃんにご挨拶しよう。あれ、黒、黒。私がこっちに連れてきたせいで。そんなこと言わないで、探してみよう。黒、黒ちゃん、どこ行ったの？黒、黒や。蚊が空いたらきっと出てくるよ。でもすみません。あ、ね、この子が外でうろうろしてたんですけど。太陽じゃないか、久しぶり。あ、おばあちゃん元気だった？おばあちゃん知ってるの？太陽は春先まで近所に住んでたやんちゃ坊主だよ。